遠慮する必要なんてない。言うべきことは言うべき。それが僕の考えだ。僕はメディアに対しては自分に厳しいスタンスで話します。あのプレーは良くなかったとどんどん口に出しているけれど、それと同じくらいに心の中で、いや、お前はできるっていう言葉を自分にかけているんですよ。いろんな選手を見ていると、当たり前のことを当たり前にする、いわゆる継続する力ってのは、サッカーでも学校の勉強でも何でも必要なことなんじゃないかなと思います。努力や我慢は秘密にすべきだ。最悪を想定するのは失敗するかもしれないと弱気になるためではなく、何が起きてもそれを受け止める覚悟があるという決心を固める作業でもあるからだ。落ち込むことはあるかもしれません。でも、ほんと短いです。サッカーで得た悔しさはサッカーでしか返せないと思ってるので、僕は常に難しい道を選び続けられる人間でありたい。自分は運がいい方だと感じています。でも、運は待っていても来ない。手繰り寄せるものだと思う。苦しい思いとか、頑張ったやつに運がついてくると考えている。だから選択を迫られた時に、いつも難しい方を選ぶんです。レッズにいたら、いいサラリーをもらって安泰でいられるかもしれないけど、そういうことじゃなくて、一サッカー選手として、上手くなりたいという気持ち、それだけなんです。僕はサッカーに、かけているんで。まとめるっていうよりは、相手の考え方を尊重する。そっちの方が全然大事だと思ってるので、同意しなくてもいいけど、受け入れるっていう姿勢が大事。相手の考えを尊重する。別にチームじゃなくても、家族でも、友達でも、何でもいいと思うんです。社会の中では、みんなが違う考え方を持ってるので、僕が気がつかないだけで、日々の生活は、頑張っている人々の姿で、溢れているのだと思う。Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live. But it's not